ら気合い入れていけ。ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それに矢野と内藤を倒したとなればジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前らそろそろ行くぞ。おうよ、内藤ぶっ潰してやろうぜ。よっしゃお、おう。ブエナスノーチェス、キリュウさん。じゃあお前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけど気流会潰させてもらうぜ。上等だ。さてそれじゃあパーティーのスタートだ。全員叩き飲みしよう。誰に喧嘩売ってんだ。一番不幸が今の連中に役目を挙げるわけにはいかないな。登場だ。実況本気出せるか。お待たせしました。実況本気出せるか。お待たせしました。お見せつけてやります。全員お願いですね。お願いをやりますよ。暴れてやるぜ。お前の礼を見せつけてやります。相手が悪かったな。お前ら俺についてこい。運が悪かったんだよ、お前ら。飛龍会の勝利だ。よくやった、お前ら。まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかもな。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろう。は、いいのか？あんたは仲間が残ってる。怠慢なんてしない方が有利だろ。俺は頭がいい方じゃねえ。有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか。そういうの虫図が走るんだよ。でも俺は頭がいいんでね、今回は甘えさせてもらおっかな。キリュウさん、怠慢で勝負させてもらいますよ。ああ、さっさとかかってこいよ、ナイト。トランキーロ、あっせんなよキリュウ。まだまだ。
内藤にも勝った。大丈夫ですか。はあ、なんとかな。約束だ、尾道からジャスティスを撤退させろ。安心しろよ、俺と矢野がやられた時点で尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなってるはずだ。それに一応約束したからな、もう尾道侵略はねえよ。あとはカムロ町に乗り込むだけだな。岡田、待ってろよ。おい、桐生さんよ。ん？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が嫌いだった。だが心のどこかでは憧れてたのかもしれねえ。桐生一馬、俺はあんたみたいな男になりてえ。俺をあんたの相棒にパレハにしてくれねえか。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ。信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。桐生さんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの。バカ、ちげえよ。パレハが何なのかよくわからんな。ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。それまでに怪我を治すんだな。トランキーロ、あっせんだよ。内藤もやられたみたいですね。そうか、やはりな。予定通りカムロ町に残り戦力を集結させる形で構いませんか。ああ、それで進めてくれ。アウェーでの戦いはもうおしまいだ。ここからが本番だ。あいつらを手厚く出迎えてやらないとな。わかりました。じゃあ桐生一馬。
これで尾道はなんとかなりそうですね。残りの六強人たちはカムロ町で待ち構えてます。いつカムロ町に乗り込むかはまだ決めてないんですけど、とりあえず今は来たる時に備えて尾道でチームを強くしておきましょう。今の状態で突っ込んでも帰り討ちに遭うでしょうから。そうだな。当分は尾道で奴らと戦う準備をしておこう。